皆さんこんにちは。今回はボクセルダンスタンゴ第4弾の動画となります。これまでタンゴスライサーの紹介、基本操作、スライサーの設定、これらを3本の動画に分けて紹介してきました。もしまだ見てないよという方おられましたら、第1回からね3回までぜひご覧になってから今回の第4回見ていただければと思います。というわけで今回ご紹介するのはタンゴスライサーの便利機能。これまでの動画でも便利な機能をたくさん紹介してきたんですが、まだまだお見せできてない機能があります。その中でも個人的にいいなと思った機能が、このファイルのメニューから部品を作成を選択します。するとスライサーソフト上でモデルの作成ができます。このようにね、簡単な形状なんですが、立方体や円錐、多角形や球体等ね、いろんな種類のモデルが用意されています。そしてそれぞれの形状に応じてサイズを調整するパラメーターも設けられています。いやー、これ地味に嬉しいんですよね。単純な形状でテスト出力してみようっていう時にね、わざわざ別のソフトに移動しなくてもその場ですぐ用意できるのはかなり嬉しい。例えばこのように 20mm 四方の立方体もすぐにできちゃいます。高さと半径を指定すれば円錐もこの通り。自分の場合はよくレジンのテスト等でシンプルな形状のモデル用意したりするんですが、改めて CAD ソフト立ち上げてとね、なかなかめんどくさいんですよね。そしてこの機能を使って立方体を複製してみました。これ一個一個ね全く同じなんですが、それぞれを区別するために名前を刻印したい、そういった時にかなり便利な機能があります。上のメニューから変更、ラベルを選択するとモデルに文字入れができます。このパーツラベルの機能が便利なんですよね。モデルに入れたい内容をこちらのテキストボックスに入力します。フォントも変更可能ですし、文字の深さの設定、モデル表面に対して文字を外に出すか内側に引っ込めるか、文字の反転も可能と機能も充実しています。では試しにアルファベットの A と入力してみましょう。入れる場所はそうですね、この辺にしましょうか。このように入力エリアを指定してやります。すると、はい、先ほど入力した A が表示されました。文字の深さを入力して文字の方向を確認、内向きなので凹凸の O ですね。はい、このように簡単に文字が刻印できました。これは便利やね。さっきとは逆にモデルを外側に向けると文字がポコッと浮き出てきました。同じ形状でもしっかりと区別できるように、このように左右分かれているパーツにも目立たないところに LR を入れることで出力後も分かりやすいですね。文字の方はひらがな漢字もちろん対応してますんで、こんなこともできちゃったりします。先ほどの部品作成から文字を反転した状態で入れて、文字を押し出すことでちょっと雑やけどもハンコ的なものもね作れちゃったりします。これなかなか楽しい機能ですよね。ちなみにこういった曲面にエリアを指定してやるとしっかりと表面に追従します。印刷パラメーターの条件出しの際にもモデル表面に露光タイム等を直接刻印することで管理もしやすくなりますね。では次の機能を行ってみましょう。このように異なる形状のモデルを用意しました。そしてモデルが重なるように配置。そう、実はですね、ブーリアン演算の処理をここで行うことができます。 CAD ソフトのようにモデル同士のワーサー積を出せるんですよね。画面上では単位とありますが、こちらがワーになります。実行すると2つのオブジェクトが合わさって1つのオブジェクトになりました。オブジェクトの切り取りもこの通り。あくまでスライサーソフトなんですが、できることが本当に多いんですよね。うまく利用すればこのように型を作ることだってできそうです。ではお次の機能、これは 3D スキャナーでスキャンしたモデルのデータなんですが、穴が開いていて内部が見えてしまっていますね。そう、これは 3D プリントがねこの状態ではできないデータです。本来なら後処理として穴埋めを行い、モデルが閉じた状態のデータを使うんですが、このモデルはそれが一切なされていません。ただメニューの修正から自動修正を行うことで 3D プリントに適したデータにしてくれます。はい、穴が塞がりました。ただこの修正方法とは異なる方法が単語には搭載されています。メニューから修正、パッケージの修理を選択、厚み等の項目もありますが一旦実行します。はい、処理が終わりましたが、穴は開いたままやな。でも内部の赤いエリアはなくなっています。この端面を注目してみると、なんと厚みができているんですよね。そう、先ほどは面だけで厚みがなかったんですよね。だから 3D プリントに適していなかった。この機能、シュリンクラップ機能というらしいんですが、特に 3D プリント向けに作られていないデータ、これを 3D プリントするときなんかに使えそうな機能ですね。このように面だったところに厚みが生まれています。では次、モデルの方も簡単なカット編集ができます。右隣のレイヤー表示バー、これをカットしたい場所でストップ、
カーソル右隣のカットアイコンをクリック。これでモデルが2つに分かれました。それぞれ編集可能になります。はい、ここまではモデルの編集を中心とした便利機能を紹介しました。ではね、ここからはスライスと実際の出力に関わってくる便利機能を紹介します。メニューからプラットフォーム定義を選択。ちょうど動画2回目の基礎操作編で少し触れたんですが、一番下のパラメーターモード、今静的モードと書いてあります。これをね選択すると、その下にダイナミックモード高速モード、そして動的モードスムースモード、この3つから印刷モードを選べるようになっています。じゃあこの印刷モードって何のことなんですかっていう話なんですが、簡単に言うとモードによって印刷スピードが上がって印刷時間が減るといった内容です。ここでいうスピードアップっていうのは、プラットフォームの上下の運動、リフトアップとリトラクトのスピードが変わっていくっていうことですね。ただモードを変更しても、この今現在設定しているスピード値が変わることはありません。なぜなら状況に応じて自動で変更されるからです。ちょうど今選択されている静的モード、これがね全ての元基準になってきます。初めから終わりまで今現在入力されている数値に沿った動作が行われるということです。そして次に早いのが動的モードスムースモードと書いてあるものなんですが、静的モードと比べて最大 20% 速いということです。そしてダイナミックモードに至っては静的モードより最大 40% 印刷が速くなるということなんですが、もちろん実際に印刷して確認してみました。その結果がこちら。上から静的モード、動的モード、そしてダイナミックモードとなっております。結論から言うと、印刷にかかった時間短くなってますね。単語でスライスした際に印刷時間が1時間半になるように調整したモデルを使用したんですが、実際の印刷時間で見ると静的モードよりも動的モードの方が約7分短縮されてます。でそこからさらにダイナミックモードになると4分短縮、静的モードとは約11分の差がありました。いやー、ちゃんと結果出ましたね。ただ印刷するモデルの形状によってはこの結果また変わってくるかと思います。というのもモデルの断面の面積、これによってね、動作のスピード変えたりとか、あと待ち時間ですね、そういったところを自動で調整するっていうモードらしいので、常に一定の割合で印刷時間が減るわけではなさそう。そしてメーカーによって対応非対応相性の良し悪しがあるようです。特にダイナミックモードですね、これはエニキュービックとクリアリティの 3D プリンター、これはちょっとね適してないそうなんですが、今後さらに対応機種を増やしていくとのことです。アップデートに期待ですね。ちなみにスピードが変わってね、印刷品質的にはどうなのよと、これも気になるところなんですが、はい、こちら右から静的モード、動的モード、ダイナミックモードなんですが、さあ分かりますかね。印刷品質を下げずに印刷時間を短縮するということなんですが、いやこれなら全然ありですよね。では最後になりましたが、こちらの機能をご紹介。ちょっとで気になった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。メニューからスライス、その中で適用スライスを選択します。するとモデルとは別に黄色いプレートが出てきましたね。このプレートはモデルの高さ内で自由に動かすことができます。わかりやすくネジの部分との境界に数値を打ち込んでプレートを配置しました。画面の見方は左端1番2番と書いてあります。これはエリアを示しているんですが、どこのエリアを示しているかというと、黄色いプレートよりも上のエリアを示しています。ちょうどこの部分ですね。そしてこちらの2番の方、こちらが黄色いプレートよりも下、プラットフォーム側ですね、このエリアを示しています。そう、今モデルのちょうど半分を境目に上と下でね、エリアを分けています。ではエリアを分けて何をするのか。はい、印刷パラメーターのプロファイルを変更してピッチ 0.05 から 0.02 ミリに変更しました。その証拠にレイヤー数が変わっていますね。400レイヤーから1000レイヤーにアップしています。そう、この適用スライスという機能はエリアを指定して、でそのエリアごとに印刷パラメータを変えることができるという機能なんです。今回は分かりやすく積層ピッチを変えてみました。こちらスライス後なんですが、黄色いプレートよりも上、このようにね一層一層動かしていくと、かなりちょっとね文字が小さくて分かりづらいんですが、 0.0205 とね移動しているのが分かります。そして下半分の方はこのようにピッチが 0.05 ミリになっています。しっかりとスライスデータの方に反映されてますね。さあでは一旦モデルを変えてみましょう。先ほどは境界のラインがね、1箇所だけだったんですが、一気に3箇所まで増やしてみます。1層目はちょうど首の部分、このプラスマークをクリックするとレイヤーが追加されます。追加されたレイヤーを腰のところまで持ってきてみました。そして3枚目は足の膝の部分に、
斜めから見るとちょうどこんな感じですね。教会が3箇所なのでエリアは4つできます。はい、大体ね感じは分かっていただいたと思うんですが、ここで一つ注意点。モデルを斜めに配置した場合ですね、教会はプラットフォームとどうしても平行じゃないといけないので、はい、このようなねエリア分けになってしまいます。これはちょっと構造的に仕方がないですね。ちなみに教会は5箇所、エリアは6箇所まで指定できるようです。いやー素晴らしい機能ですよね。モデルの情報量が多いところはピッチを短く、そしてモデルの情報量が少ない場所はピッチを大きくして時間を稼ぐと、そういった利用もできそうですよね。ただしこちらも先ほどの印刷モードと同じく全ての機種に対応しているわけではないんです。これ今 Nova3D のホエール 3SE でねスライスをしようとしたんですが、このような表示が出ます。現在エクスポートしたファイルがこちらの4つの形式、これに対応している機種のみ機能を使うことができるようなんですよね。残念ながら対応機種未所持だったため、実際に出力したものをお見せすることができず申し訳ない。お使いのプリンターが対応しているかどうかは無料のトライアル版でもチェックできるかと思います。こちらに関しても今後のアップデートに期待したいですね。はい、というわけで以上第4回ボクセルダンス単語便利機能紹介編、いかがでしたでしょうか。特に今現在無料版の T2 ボックス使っている方には非常に魅力的な機能多いんじゃないでしょうか。さて、いよいよ次回が最終回、第5回のこれまでの内容のねまとめ会になります。まあね、何をまとめていくか、これはですねやっぱり先ほどにも、お話しした、T2 ボックス、これね、無料版とプロ版ってあると思うんですけども、やはりね無料版使っている方、自分も含めてね、多いかと思います。プロ版の方は単語と同じように有料版にはなるんですが、単語と T2 ボックスの差であったりとか、あとは単語がどういった方に向いているのか、そういったことをまとめていきます。もちろん T2 ボックスもね非常に有名で人気のあるソフトです。双方において一長一短あるかと思います。今後の購入のね参考にぜひしていただけるような内容になればと思っておりますので、次回最終回もぜひご視聴いただければと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。